長く暑い夜は1958年制作のアメリカ合衆国の映画。ウィリアム・ホークナー原作の小説村をマーティン・リット監督が映画化。ポール・ニューマンは第11回カンヌ国際映画祭で男優賞を受賞した。1965年と1966年、1985年にテレビドラマとしてリメイクされた。ミシシッピ州のある 小さな村に放火犯として他の村から追放されたベンという青年が流れてきた。彼は村の実力者でもあるウィル・バーナーの農場に雇われた。バーナーへには長男ジョディとその妻ユーラー、長女クララがいた。ジョディは知能が低いため、ウィルは彼を自分の後継者にしようと考えていなかったので、二人の仲はうまくいっていなかった。ウィルは当初前科者で、 流れ物の弁を嫌って追放しようとしていたが、その詳細を見抜くと、次第に気に入るようになり、クララを幼馴染アランか彼のどちらかと結婚させ、自分の後継者にしようと考え始めた。一方、クララは次第に弁を意識し始めるものの、素直に彼を受け入れられずにいた。そんな中、ジョディは嫉妬からウィルを納屋に閉じ込め、火をつけて殺そうとした。しかし、 考えが変わり、身の危険をも帰りず救い出した。この一件で、ウィルとジョディの中は、次第にほぐれていった。ベンは放火の犯人として疑われ、逮捕されそうになるが、ベンを愛するようになっていたクララは彼を助けた。ウィルも二人を結婚させて、事業を継がせることを決めるのだった。ありがとうございます。